はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。前回で第2部が終了したところですね。バルバラス船長はちょっと亡くなってしまいましたけれども、切り裂きジャックの事件は解決したので、ここから第3部になりますかね。じゃあ王イニシエより我らに栄光をもたらす大いなる始まりの大樹よというところでやっていきましょう。歴代の王巫女の英霊たちもご賞覧あれ。ああ、ダーナが結局巫女になったんだ。オルガは？なるほどね。大樹の庭園。以上が本日のご予定となります。巫女様、連日の式典続きでさすがにお疲れではありませんか？ダーナ、間もなく植樹祭を行う大峡谷へ出発いたしますが、まだ少しだけ時間がございます。今のうちに休まれてはいかがでしょう。ええ、そうですね、いろいろとありがとうございます。あなたも休んでください。一旦下がってもらって結構ですよ。かしこまりました。もし準備がよろしいようでしたら、後ほど私に声をおかけください。わかりました、よろしくお願いします。はあ、さてと。え、これはいつの話なの？堅苦しいのが続いて疲れたな。ちょっと周りを散歩でもしよっか。そしてダーナ動かすの？これレベル60とかめちゃくちゃ強えんだけど。さすがに武器は触れない。スキルは4つ装備してありますね。アイテム、アイテムがありません。これは何？空中で再度ジャンプが可能になる。2段ジャンプができるってこと？武器クレシェント。はあ、半月刀か。アクセサリー、おお、すごいね。全状態状態性があるし。おお、すげえ、2段ジャンプできる。これがあればさ、いろんなところに行き放題じゃん。まあ、ちょっと話を聞いてみますか。エタニア王国。こいつは？あ、そうか。今のうちにここら辺を探索しておけってことでしょう。
とりあえずこっちに行っちゃっていいのかな。地図的なものは、おお、全然わからん地図だなんだこれは。陣を一回りしてから次女アトラに話しかけよう。こっちの地図は、あそこにイベントポイント、あそこにもイベントポイント。とりあえずイベントポイントに向かいますか。こういう扉とか、うん、入れはしないんだね。じゃあまずこいつ、すげえ一般の人だな。減属するか、まあ要は一般市民になるかってこと。退職金みたいなの出んのかなじゃあ私一般人になりますって言ったら、今までご苦労だった、このお金でゆっくり生活するがよいみたいな。こういうところは全部いけないか。ひもろぎ。ふんふんふん。こっちは。まあとりあえず多分このイベント的なものをすべて済ませたら、あそうだこれ見れないんだ。この中みたい、中とかじゃねえしこれ。これ何？すげえ重要そうなアイテムなんだけど。こっちも結構素早いキャラだね。斬撃か、アドルと一緒だな。まあ主人公チックな感じのキャラだからそういう設定か。上とか、おこっちもイベントポイントがありますね。大樹の巫女様、大峡谷に行って多分戦闘になるんだな。そろそろいい時間かな。出発しないと。オルガちゃんとサライちゃんは見当たらないけど、また会えるよね。でもレベル60だからね、めちゃくちゃ強いじゃんこいつヒットポイント2300とか。なんか下のさ、スキルが何これよくわかんないスキルなんだけど、1しか消耗しなくないっすか。しかもなんかパワーが上がるみたいな、そんなやつなのかな。使えるのか。使えないよねそりゃ、剣抜いてないもん。おこっちに、あそうかこいつか。休憩するってさ、全然休憩してないよね走り回ってたし。そうか、ダーナパートもあるんだね。でもダーナはめちゃくちゃ強いからな。てかこれ普通にさ、いつの出来事なの？今のアドルの世界とは関係なくないっすか？どう思っても過去の出来事だよね。巫女様、僭越ながら本日は我々が植樹祭の見届け役を務めさせていただきます。オルガ、どうぞよろしくお願いします。サライ、
二人とも、なんだか調子狂うな。恐れながら、巫女様の恩義はすでに大いなる始まりの大樹に捧げられたもの。そのようにあけすけな物言いは慎み、もっと堂々となさいますよう。本日は王族や臣民たちの目もございます。あ、はい。巫女様には古の習わしにのっとり、ここから大峡谷の祠を目指していただきます。道中大きな危険はないと思いますが、もしお疲れの場合は一度お戻りください。私どもがここに待機しております。わかりました、ありがとう。祠へ到着されましたら、植樹の儀を執り行っていただきます。とにかくまずは祠を目指して奥へとお進みください。それでは巫女様、植樹祭開始の宣言を。え、いつの間にか人が増えた。我が名はダーナ。大いなる始まりの大樹を報じる巫女として天命を授かりし者なり。エタニアの常しえなる繁栄を祈念して、今まさにこの地の試練に臨まん。大樹よ、先達の巫女たちよ、我に力を貸し与えたまえ。今ここに植樹祭の開始を宣言する。巫女様、お疲れ様でした。どうぞこのまま奥へお進みください。いよいよ試練の始まりです。ありがとう、行ってきます。ん？リフォーグについて。リフォーグという特別なアイテムを装備しています。あ、まあ二段ジャンプはさっきやったからね。あ、一人で行くんだ。ちょっとスキルだけ。え、何？覚醒した？やっぱりそういう技か。あれ、一回ボタンを押すだけで何回か攻撃するな。おお、びっくりした。あ、二段ジャンプできるから、あ、すげえ便利だなこのままどんどん突き進んでいこう。ん？てかさ、地図の作成とかは別にいいんだよね。やり遂げないとね。あ、てか二刀流なのかこいつ。美味しそうな果実だね。ほら、これ何？え、龍樹の実？なんかすっげーの手に入れたぞ。ヒットポイント1000回復、取っとこう。てかさ、アイテム何にもくんないんだねこれをお持ちくださいみたいな。てかさ、あ、覚醒してるとあれだ、めっちゃ減ってくわ。そういうことか。てか一匹倒すだけですんげえ回復すんな、スキルポイント。ちょっとまだ操作が慣れないからな、ダーナは。あ、しかもこれダーナってさ、マックスまで溜まるじゃん。すげえすげえすげえ。他の技は？え、ちょっと待って。ああ、なるほどね、その場で回転する。これ40も使うんだ。いや、すごいね。多分これが一番スタンダードな技なんだな。何？どうすりゃいいの？走ってそのまま駆け抜けるか。ほら。おう。まあ、アブルの最初の技と似てますね。こういうのはちょっとね、重要だからね。取っとこう。いつ何時強敵が現れるかわからないかな。こっちはさすがにいけないか。二段ジャンプして向こうまで行くみたいな。いけないね。
動いて、まあ、ダメージ量はそこそこあるか。てかこいつらもいていていて結構やばくね。仕方するのが一番いいかな。多分ね、このレベルからしてね、あんまりレベル上げとかはね必要ないと思うんですよね。え、落ちるの、もしや。お、怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、やばい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 。絶対今のが一番ダメージ食らうでしょう。何メートル叩き落とされたの。いや風強い。え、風強すぎない、今のうちに。なるほどね、ちょっとめんどくさいギミックになってるな。風が吹いてない時に行こう。なおかつこいつ邪魔くせえな。よし、今だ、駆け抜けろ。 OK、 トラップの内容さえ分かれば。これ何、怪しくね、大丈夫か。ほらほら、こいつは倒しとかないとね、いつ下に叩きつけられるか分かんないからな、こういうところで。よし、抜けたか。これはどこだ。あ、もう着いたのかな。目的がわからないのか。いやー、なんか淡々と来るね君たちは。ええ、よろしくお願いしますってさ、君分かってんの、やること。いや本当に木を植えたよ。なんかかっこいい感じの木になってるね。いよいよですね。ダーナさんにはエタニアの未来の光景が見えるとのことですが。普通に後ろでさ風が吹いてんだけど。うん、滅びの未来でも見えるんじゃないか。多分セイレン島にここの国があったっていうことっすよね、話の流れからして。で多分なんかあって国は滅びちゃったと。緊張だよそれ。お前、いや無事なら良いのだが。巫女様、無事に終わりましたでしょうか。ええ、滞りなく、とても美しい海の景色を見ることができました。まあ素敵ですね。物は言いようだな。穏やかなる海は平和と繁栄の象徴。巫女様の代もエタニアは安泰でございますね。ええ。あの光景、一体何だったんだろう。どうしてあんな。ダーナはあんまりプロポーションは良くないですね。戦闘民族だからかな。第3部、ジャンダルムを越えて。
今のも夢で見てたのかな。おお、夢かやっぱり。ああ、まるでアドルがダーナ自身となって行動していたような不思議な感覚が残っている。もうダーナっていう名前は覚えてるんですね。はい、というところで、じゃあちょっとダーナパートが終わって、第3部が始まったところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。